はい、どうもどうも、やってまいりましたくりちゃんマンです。チャンネル登録&高評価お願いします。通知もオンしてくれたら嬉しいです。っていうわけなんですが、今日はこれをまずこの宝箱を出して、これクラッシュカット出るかな。出た。クラッシュパッド。まあね、どの宝箱からもクラッシュパッドは出るけど、まあね、クラッシュパッドを できた、レア力出したりとかしたら、この建築にしてください。見えますか？この建築に。みんな、クラッシュパッドがあったら、ここ、入ったまんまですよね。攻撃避けるときとか。そうじゃなくて、ここで確か、バゴン。すると、バグる。あれ？思ってたのと違うけどね。本当は、こうじゃなくて、まあまあ、成功率とかは、あんま、良くないんですけど、ここですね。こうすると、バグるんです。これ実は水の下に来るんですよ。イモリすぎないでください。めっちゃダメージ受けます。これ水の下なんで、ダメージ受けます。これはね、こうして、これやって、クラッシュパッドを最大限自分の上にやるって感じ？あー、バグる。2回に1回はこうなるのかな？まあ、そんな感じです。1つ目のバグは。2つ目は、ここにですね、これを、まあ、なんでもいいんですけど、ギャラリーの、まあ、車とか出すじゃないですか。普通はね、壊れるんですよ。これでもね、壊れない方法はというと、これをこうして、ここに壊れない方法とかあんまないんですけど、実はこれクラッシュパッドっていうのをそんなに追い込むじゃないから、ここ開けといて、あ、ごめん、本当にごめん、ミスりました。本当にごめんなさい。まあこれね、だいたい10分の1ぐらいの確率で成功するのかな。まあよかったら、時間があったら試してみてくださいですね。クラッシュパッドで、次はクラッシュパッド。もう一個で、まずはクラッシュパッドでバーコーンってやったら、この床を置いてください、床。床置けた。ここにやると、これね、ここで、こう、すると、あ、違う。これは、ここで、こうして、こうして、あー、ちょっと待って。ミスる。けど、まあ、この、床部分に着地するとします。そして、もう一個の、クラッシュパッドを、この斜めぐらいに置くと、違う方向に移動できるというか、なんというか、これ地面のやつも、下もないのには、ここにあるんですよ。地面の元がないのに、ほら、床が敷いてないのに、できるから、これは何回でもできる。もし、ここで、ジャンプとかやって、遊んでるときに、見せるね、めっちゃ。ね、こういうクラッシュパッドとかな、めっちゃ簡単だけど、僕弱いからです。まあ、手には置いといて、なんで、来るんですよ。こうやって、だいたい、こっち側ぐらいかな。
そうするとクラッシュパッド浮きます。ほらクラッシュパッドだけが浮いて、なんか怖い、なんかそうっていうバグ集でしたかね。今日はまあ裏技というか、まあそんなにあのいいことじゃないけど、まあもしよかったらね、試してみてください。じゃあね。ティン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 、じゃあね。